エリス島、エリス島、エリスアイランドは、アメリカ合衆国アッパー、ニューヨーク湾内にある島である。アメリカ合衆国移民局が置かれていたことで有名である。19世紀後半から60年余りの間、ヨーロッパからの移民は必ずこの島からアメリカへ入国した。移民たちによって、希望の島、アイランド・オブ・ホープ、または嘆きの島、アイランド・オフ・ティアーズと呼ばれてきた。 1> 約1200万人から1700万人に上る移民がエリストを通過し、アメリカ人の5人に2人がエリストを通ってきた移民を祖先に持つと言われている。1965年10月15日にアメリカが衆国ナショナルモニュメント。に、1966年10月15日にアメリカが衆国国家歴史登録罪に登録された。エリストは、 アッパーニューヨーク湾内の東、リバキ島の北に位置し、大部分はニュージャージー州、ジャージーシティに所属する。一部はニューヨーク市の飛び地となっている。島の総面積はで、島の大部分は埋め立てによってできている。自然にあった島の面積はで、その部分と隣接するエリアを合わせたが、ニューヨーク市の領土となっている。17世紀初頭。 ヘンリー・ハドソンがニューヨーク湾を発見した。1625年にオランダ人はマンハッタン島にニューアムステルダムを開いたが安城戦争の結果イギリスの領地となりニューヨークと改名された。その頃のエリスト、およびリバティ島とブラックトム島はオイスター諸島、オイスターアイランズと呼ばれていた。特にリバティ島はグレートオイスター島、エリストは リトル・オイスター島と呼ばれた。その名前の通り、ニューヨークの住民は19世紀まで、この島の沿岸で牡蠣を取り、港周辺の宿で提供していた。1674年から1679年の間に、オイスター諸島は、ニューヨーク植民地知事エドマンド・アンドロスによって、ウィリアム・ダイアーとメアリダイアーの息子、後のニューヨーク市長に譲渡され、ダイアーズ島と呼ばれるようになった。 その後、バッキング島及びリベット島、ジブットアイランド、公主代の意味、1760年代、この島の木で何人かの海賊が公主系にされたためと呼ばれた時期もあった。1774年に、この島は、ニューヨークの商人、サミュエル・エリス、サミュエル・エリスに売却された。以来、この島は、エリス島と呼ばれるようになった。サミュエルは島を売ろうとしたが、 買い手が見つからないまま死去した。1794年にニューヨーク州はこの島をリースし、1795年から軍事要塞の建設に着工した。ニューヨーク州が所有権を主張したが、権利関係の争いの末、最終的には1808年に連邦政府が所有することになった。19世紀になるとエリス島はニューヨーク湾を守る。 戦略的な要衝に当たると考えられるようになった。1808年から1814年までは政府の武器庫として利用された。また、米英戦争の終わり頃、政府はこの島にギブソン砦を築いた。この時、マンハッタン島にはクリントン砦が築かれた。以降約80年間、1892年に開業した。 移民局の建設地として決定されるまで軍事施設として利用されていた。ニューヨークがまだニューアムステルダムと呼ばれていた時代から大西洋を渡ってアメリカへやってきた移民はマンハッタン島南端の桟橋に降り立ち入国していた。やがて当時のクリントントリデアとキャッスル・クリントンが移民局の建物に利用されるようになった。800万人以上の移民が キャッスル・クリントンからアメリカに入国た。しかし移民の管理の問題から連邦政府はエリストを移民受け入れの窓口とすることにした。1890年から7万5000ドル余りを費やしてニューヨーク湾の深部にあるエリストの拡幅工事行われた。埋め立てには入港する船が積んできた土砂や地下鉄の掘削工事で出た土砂が使われた。 1892年1月1日からエリストに建設された移民局が使用されるようになり、エリストはヨーロッパ移民が最初にアメリカに踏み入れる土地となった。ヨーロッパから大西洋を渡り、ニューヨーク湾に入ると移民たちは左辺にリバティ島に立つ自由の女神像を望みながらエリストに到着した。エリストを最初に通過した移民はアイルランドからやってきたアニームは 出会った。エリストはわずか11ヘクタールほど東京ドーム2.5個分の小島だが1892年から1954年までの60年あまりの間に1700万人あまりのヨーロッパ移民がここからアメリカに入国したエリストは新天地における最初の土地希望の島アイランド・オブ・ホープで入国した移民を出迎えに来た親族や友人と最初に出会う場所は キスや法要が行われることから、キッシングポイント、キッシングポイントと呼ばれた。一方、移民希望者の2%ほどは、入国を認められず、本国へ送り返され、家族が行き別れになることから、エリス島は、嘆きの島、アイランドフティアーズとも呼ばれた。入国審査は、通常は、数時間で、生命や所持金を含む29の質問に答える、だけだったが、 感染症の疑いや身元に疑いがある場合などには長期間エリス島に隔離され3000人以上の移民がエリス島で抑留中に死亡した。連邦政府にとって重要なのは移民がとりあえずやっていけるだけの所持金、概ね18ドルから25ドルを持参しているかどうかだった。1954年にエリス島の移民局は閉鎖され、現在は博物館になり、 アメリカ市の文化遺産に指定されている。フェリーにより、ロワー,ーマンハッタンのバッテリーパーク及びジャージシティのカラ、渡航可能である。アメリカ同時多発テロ以降、この島の周囲はによるパトロールが行われている。2012年にニューヨークを襲ったハリケーンサンディの被害で、島は一時閉鎖された。2013年秋に、島の観光は再開され、2014年には、 博物館が部分的に再開したが、完全な再開は2015年中になる見込みである。島の帰属をめぐって、ニューヨーク市とニュージャージー州、ジャージーシティ市の間で争いとなって、1998年に連邦最高裁判所は、島の大部分をニュージャージー市の管轄と裁定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。